次に宮本徹君日本共産党の宮本徹です立憲提出の修正案に賛成政府案に対して反対の討論を行います政府法案の最大の問題は病床機能再編支援事業を地域医療介護総合確保基金に位置づけ全額国庫負担で病床削減を加速化する点にあります新型コロナパンデミックは我が国の医療提供体制の脆弱さを浮き彫りにしました 多くの方が入院できず、自宅で亡くなる方も相次ぎました。一般医療にも深刻な影響が出ています。新感染症に対応するためには、平時から医療提供体制に余力があることが必要です。コロナ前の発想で、急跡病床3割20万床の削減を進めれば、マンパワーも縮小しいざというときの機,機動的な対応が一層困難になります。しかも、政府が病床削減、再編統合を名指しで迫っているのは、 公公立公的病院です今回のパンデミックでは多くの公立公的病院が当初から採算を度外視して新型コロナ患者の受け入れの先頭に立ってきました感染症対策の最前線の保健所長からも公立公的病院の縮小方針については見直しを求める声が上がっています本委員会の参考に質疑で遺跡口述により新型コロナ対応は 地方財源を組み合わせることができる自治体病院等が先駆的に行うのは合理的だと考えていますとの指摘がありました。病床削減の検討を迫る公立公的436病院のリストと通知の撤回を改めて強く求めるものであります。また本法案は医師の長時間労働の規制をするといいますが、時間外労働の上限は過労死ラインの2倍、年1860時間です。これでは健康が守れません。 本法案の参考に質疑でも、本田博施施述により、地域医療を守り、医師の長時間労働をなくすためには、OECD 平均並みの人口比医師数を目指して、医師数を増やすことが必要との見解が強調されました。加納法人医療協会会長からも、医師不足を実,実,感しているが実感しているのが病院の現場、受給のもう一度の再検討が必要との指摘がありました。医師のワークライフバランス。 ジェンダー平等を進める立場に立ち、医療の高度化が進む実態を踏まえて、医師の時給推計をやり直すことを求めます、そして2023年度からの医学部定員削減を撤回し、医師・看護師の抜本的増員と確保へ、政策を転換すべきことを求め、討論を終わります次に青山。